人とも、ランチビュッフェに行くわよ。案内してあげる。ラウンジについてきなさい。ちゃんとついてきているかしら。ラウンジ、そんなに急がないでください。はぐれたりしてないわよね。ラウンジちゃん、気になるなら一緒に行こうよ。ダメよ、やっぱりラウンジが先陣を切らないと。もしも道端で凶暴な宇宙人が襲ってきたら、ラウンジが二人を守らなくっちゃ。あっ、その辺の道端にはいないと思うよ、宇宙人。虹よ。でもお友達を危険から守るのは当然じゃない。もうウマンだよな。みんなは安心してランジュに守られていればいいのよ。ランジュが道を作って、みんなが後ろをついてくる。そうすればみんなだって。ねえランジュちゃん、で、つないで歩こう。私はランジュちゃんの隣を歩いて同じ景色を見ていたいよ。どうしよう、しおり子、私歩夢に愛の告白をされちゃったわ。落ち着いてください。というか3人で繋いでしまってどうするんですか。虹よ。どう、今日のビュッフェはとっても美味しかったでしょ。これからも毎日食べさせてあげるわ。ランジュちゃん、明日は私がお弁当を作っていくから一緒に食べよう。え、ランジュの分も？ランジュちゃんが好きなのってお肉だっけ？それじゃあメニューは卵焼き。お肉よりも歩夢の卵焼きが食べたいわ。ずっと食べてみたかったの。いっぱい作っていくね。楽しみだわ。早く明日にならないかしら。明日のお昼まで断食しなくっちゃ。これはどんなビュッフェでも叶いませんね。